スーパーボンバーマン R は、コナミデジタルエンタテインメントより2017年3月3日に発売された任天堂スイッチ用ゲームソフト。スイッチのローンチタイトルでもある。2018年6月14日にプレイステーション4、Xbox One、Steam 版が発売された。アップデートに関して、本記事でバージョン XX と記されているものは、 特に記述のない限りスイッチ版のものである。ハドソン吸収後のコナミが初めて発売したコンシューマー向けボンバーマンシリーズ新作。また、もともとハドソンブランドであったタイトルをコナミがコンシューマー向けに発売したのも本作が初である。なお、コンシューマー向けシリーズタイトルは本作から7年前のボンバーマンライブバトルフィスト以来である。本作の開発スタッフは いつでもどこでも誰とでも遊べるというスイッチの特徴との相性の良さがローンチタイトルにボンバーマンシリーズを選んだ一番の理由だと述べている。本作は過去作との世界観上のつながりはなく、設定やキャラクターを一新している。また、音楽に関しても意図的に過去シリーズの曲は一切使わない方針にしたと開発者によって述べられており、キャラクターデザインや作曲担当者も すべて新規となっている。開発スタッフに関しても、これまでのシリーズの開発に関与した人物は、非常に少ない状態で開発が進められた。発売から1年強の間は、高い頻度でアップデートを繰り返しており、スイッチ版発売当初と現在では、ゲームの内容もかなり異なる。かつては、操作におけるレスポンス遅延が発生するなどの不具合も、 多かったが、発売後に強制が行われた。また、後にバトルモードとは別の枠組みとして、チーム戦限定や前後半戦などの固定した制限が加えられた対戦モード、グランプリが追加され、本作におけるメインキャラクターを上回る数のコナミキャラクターの追加、コナミのゲームをモチーフとしたグランプリステージの追加なども行われた。このように、 ボンバーマンシリーズの新作という位置づけではありながら、他作品、シリーズの要素が追加されたケースも多く存在した。なお、本作のタイトルは、スーパーボンバーマンの名前を冠しているが、ゲーム内容における、スーパーボンバーマンシリーズとの関連性は、ほとんどない。ある日、闇闇整形一番惑星、ポイポイスターにバグラーが現れ、口を果てていた凶悪ボンバーご人衆を蘇らせた。 その頃、ボンバー星では、ボンバーマン8兄弟のシロボンが、他の兄弟7人をトレーニングに呼ぼうとするが、兄弟たちは、皆、好き勝手ばっかり。そんな兄弟に、シロボンが呆れていると突如通信が入り、バグラーが、宇宙征服を宣言。闇闇星系の5大惑星を占領し、残りの惑星に対しても警告、降伏を迫る。バグラーの野望を阻止するには、 凶悪ボンバー5人衆を倒すしかない。シロボンは兄弟たちを無理やり宇宙船に詰め込み、宇宙を救うために出動するのだった。キャラクターを操作して、数々のステージをクリアしていく。ワールドが6つあり、1つのワールドにつき8つのステージと、凶悪ボンバー5人衆とのバトル、ボス戦が待ち受けている。敵をすべて倒す、規定数限りを集める、等ステージごとに、 クリア条件が用意されている。難易度は3段階からワールド選択画面でのみ、設定可能。難易度によって、ワールド決定時の残機ザコ敵の動くスピード、ボスの攻撃が異なる。敵に触れる、爆風に当たる等で、ミスとなり、残機が一つ減ってしまう。残機が例の状態でミスをすると、攻略失敗、と表示される。この際、続きを遊ぶには、ジェムという、 主に、ショップのモードで使用するゲーム内通貨が必要となる。なお、本作では、ミスや攻略失敗、メッセージ表示時も取得したアイテムは継続されるほか、ステージの状況もすべてそのままとなっているため、コンティニュー時のジェム消費やクリア後の獲得ジェムや星の数への影響はあるものの、ミスに対する攻略上のデメリットはほとんど存在しない仕様となっている。 今作では一度ワールドを選ぶと途中でワールド選択画面に抜け出すことができないようになっており最後まで攻略する火山機を一旦使い果たす必要がある。ワールド6をクリアするまではワールド選択画面でワールドを選択することはできず順番に攻略することになる。またワールド内でステージを自由に行き来することも不可能となっており一度クリアしたワールドでも1から 順番にステージを攻略することになる。二人プレイも可能。残機は共有制で、残機が0でない限り二人プレイは自動で継続される。なお、ステージ中の乱入は不可能なので、次のステージまで待機するか一度セットアップ画面に戻る必要がある。また、同じキャラクターを選択することはできない。本作では残機を増やす方法が存在しないため、ミスするごとに、 残機は減る一方となっている。また、ワールドクリア時の残機によりジェムや星の数が左右するため、本作のそれは従来のシリーズ作品を及び他のゲーム作品に見られる残りチャレンジ数という役割よりも何回ミスしたかを数える指標としての役割が強くなっている。一つのワールドを攻略したり、コンティニューできずに終了したりすると、 持っている残機やアイテムはすべて消失する。前者の場合は、その時の残機所持アイテム、コンティニューの有無によってもらえるジェムの数が決まる。また、その時に支給されるジェムに応じて1から3個の星をもらうことができる。バージョン1.3より、オプションメニューで視点の変更が可能になり、正面、右側固定のアングルでもプレイできるようになった。また設定を手動にすると、L、 R ボタンを押すことでプレイ中にいつでもアングルを変更できる。バージョン2.0より従来の6つのワールドをクリアすると出現するワールド7のボンバー制が追加された。凶悪ボンバー5人衆とのバトルはなく9つのステージの後にボス戦となる。舞台となるワールドは次の通り爆弾で他のキャラクターを倒す対戦ゲーム。最大8人でのプレイが可能。 みんなでバトル、近くで、バトル、ネットで、バトルの3種類があるが、ここでは主にみんなで、バトルについて説明する。ルールは、バージョン1.4により、バトルロイヤルとチームバトルのいずれかを選択でき、バトルロイヤルは、個人戦、チームバトルは、最大7チームに分かれて対戦するものとなっている。バトルに、最大で参加できる人数を、 4人か8人のどちらかから設定することができる。4人の場合はシリーズで最も多く採用されている13、11のサイズのステージ。8人の場合はこれまでにサターンボンバーマントーで採用された17、11のサイズのステージでの対戦となる。コムの強さ、昇戦回数、タイム、プレッシャーブロック、味噌ボン、シャッフル、ドクロのウム。 キャラクターの特殊能力を許可するかの設定が可能。全員がやられた場合や、時間切れになると、ドローとなり、従来シリーズと同じくその試合は、無効試合となる。残り時間が1分になると画面に、ハリーの文字が表示され、4P に近い位置から、プレッシャーブロックが降るが、過去作とは異なり、外側の壁の部分から降り始め、実質フィールドに降り出すのは、 残り時間40秒の時になる。プレッシャーブロックに潰されるとミスとなる。なお、今作ではプレッシャーブロックに爆弾が潰されても爆発しない。また、プレッシャーブロックに爆弾を蹴り入れると跳ねるが、アップデートにより従来仕様のステージをはじめとした一部ステージでは手前で止まるようになった。ミソボンをありにすると先にやられたキャラクターでも、 ハリーと表示されるまで一つだけ爆弾を投げ入れることができ、相手をやっつけることで復活が可能。ボタンによる加速はできない。また、今作ではミソ、ボンドッチシステムを無効にできない。バトルステージは8つ用意されており、それぞれ仕掛け等が異なる。また、ショップでジェムを用いて、ステージを追加購入することも可能。通常のものとは、 グラフィックの雰囲気が異なるスペシャルステージも存在する。ストーリーモードとは異なり、同じキャラクターを選択することが可能。バージョン1.4により、一定の条件を満たして優勝者が決まると、ジェムが支給されるようになった。本作は高頻度で、アップデートデータが配信されており、それによる追加要素も多い。アクセサリーショイボンボリの追加。通常の いつもの以外に購入して装着が可能。キャラクター使用できるキャラクターの追加。バトルステージバトルモードで使用できるステージの追加。バージョン2.0より。1対1、2対2、3対3のいずれかの組み合わせで決められたルールの中、戦うモード。1ラウンド3分で2ラウンド固定。ラウンド移行時に、チームの開始位置はチェンジとなる。ミスをしても、一定時間で復活でき。 アイテムも落とさないため、一度やられただけでは極端に、戦況が変化することはない。ルールは、エスコート、チェックポイント、クリスタル、ベーシックボンバーの4つから選ぶことができる。クリスタルではミスをすると、クリスタルを落とし、ベーシックボンバーでは残機を1つ失う。各、キャラクターごとに、初期アイテム、アイテムの上限が異なり、上限に達するとアイテムを獲得できなくなる。 また、ボンバーマン8兄弟は、特殊能力を持っていない代わりに、カセットを接続することができ、ショップで購入したキャラクターのものに限り他のキャラクターの能力を付与することが可能。1ラウンドの残り時間が1分30秒になると、画面に、ワーニングと表示される。この時、ソフトブロックが大量に落下し、潰されるとミスになる。ある条件を満たすと、パーフェクトとなり。 ボーナス特典が入る。パーフェクトの条件は次の通り。ベーシックボンバーを除き、ステージは3つから選択でき、それぞれ形状、デザインが異なる。なお、ルールをベーシックボンバーにした場合、シンプルスタイル固定となる。なお、本モードではコムの強さの設定はできない。世界観のほか今作では声優に関してもすべて移新されている。 本作の主人公たちである八体のボンバーマン。それぞれが意見、性格及び声が異なり、八兄弟が製造されたボンバー製は地球から離れた遠い宇宙にある。作中でボンバーマンと呼ばれ、発色の色付けがなされている点から、モチーフはボンバーマンシリーズのボンバーマンと考えられるが、キャラクターデザインや設定、性格がいずれも大幅に異なる。 PS4、XBone PS、Steam 版の予約特典として、ボンバーマン8兄弟に輝くエフェクトが追加された、ボンバーマンキラキラ8兄弟が、入手可能。後に、スイッチ版にて追加コンテンツとして配信された。凶悪ボンバー5人衆いずれのキャラクターももともと、人々の役に立つために作られた存在であったが、後にスクラップとして、ポイポイスターに捨てられてしまう。 そして彼らの人間に対する恨みをバグラーに利用され、記憶を封じられた上で洗脳され、凶悪ボンバー5人衆として蘇った。バグラーとの最終決戦で正気を取り戻し、ボンバーマン8兄弟に力を貸した。なお、凶悪ボンバー5人衆とは表記されない。ストーリーモードをクリアすると、ショップに並ぶようになり、購入すると、プレイアブルキャラクターとして、ストーリーモードや、 バトルモードでも使用可能となる。配信キャラクターは他のゲームシリーズのキャラクターのデザインを変形させてボンバーマンとして扱ったものが大半であり、従来のシリーズ作品と接点のあるものはほとんどない。他のキャラクターとの相違点としては一部キャラクターの声にボイスエフェクトがかかっており、ショップで購入するとプレイアブルキャラクターとして使用可能になる。 また、公式サイトでは、すべてのキャラクターに細かく設定や、世界観付けがなされているものの、ゲーム本編にはほとんど反映されていない。特殊な追加キャラクター本作にはいくつかの不具合が存在しており、例えば以下のようなものが挙げられる。ありがとうございます。